こんにちは、シュンです。今回は Wii パーティーやってこうかなと思います。これのミニゲーム大会やってこうかなと思います。いや、みんなラグビー負けちゃったね。3対26かな。いや、ただ今回のワールドカップの大会ですごい、ワールドカップに興味を示した人すごい多かったんじゃないかな。私の周り結構いるよね。なんかラグビー全然興味なかったけど、今回の大会ですごい興味出ましたみたいな、なんかそういう意見がねすごいある。私あんまね、正直あんま見なかったんだよ。今日はね見たんだけど、今日ねめちゃどちゃくそ眠くてあんまり喋る元気ないんで。これコンピューターマジ早いんだよ。マジ早い、このコンピューターマジチート級。これ若干連打ゲー要素あるんでね。私動画でよく言うのが、私の苦手なジャンル、打つやつ連打ゲー音ゲーかな。これがマジ難しいので、私勝つわ。マジ本気の押しでいくわ。本気で押すわ。本気のボタン。ちょ、今日眠くてマジで、若干手抜き動画だから今日行きます。2かな?やべ。よし!いいスタートダッシュ!くっそーくそーくそーなんでなんでいや、これはしょうがない。私これ勝ってもね、今本当にマジ本気で連打してるからね。なんか違うのかな、連打の仕方。まあこれはもう確定敗北演出よ。あのソシャゲである逆パターンで確定敗北演出なんで、私今正直1ミリも勝てると思ったから、次やったことないやつがいいな。初見プレイお願いします。はい、リンゴ拾うやつね、拾ってアップル。私 iPhone もアップルだからね、これは勝ちたい。いや、マジさ、今日この動画消すかもしんない。なんか眠すぎて全く喋れねえ。いや、その起こし方はないだろ。絶対ありえないよね。いきます。いや、私、リンゴはね、好きか嫌いかって言われると、普通だね。全然嫌いでもないし、でも、うわ、待って、こいつら強いな。で、リンゴ飴の祭りでの人気差すごくない?私。なんかね、私正直そんなリンゴ飴って食べないんだけど、いや、待って!みんなすごいな!え、私、2個しか取れてないの?え、嘘でしょ?いや、待って!嘘!待て!なんだ?うち最前線にいんだけど、最前線に。なんで6個しか取れてないの?落とせ、バカ。いや、私、大技思いついたわ。こいつらをトゲに当てます。いて。まあまあ、こっからよ。そう、5点勝った方が優勝だからね。そんな最初でこっちも向きになられてもね。こっちももう体温め中よ。はい、来た、浅田真央スペシャル。これは勝った。これは勝った、マジで。浅田真央スペシャルで私負けたことない。ちょ、ルール見るわ。ウィーリモコンを縦に持ちます。ウィーリモコンを回してスピンをします。画面上の赤は、バーが赤になったら A を押すとスピンが止まり、決め、オッケー、ナイス。わかった、これ勝った。これ過去に1回か2回やったことあるからね。浅田真央スペシャルね。はい、なんかあの人みたいだね。高橋大輔選手。行く!はい、私一番最初に来てる。よーし!ふい!うわ、負けてるわ。あ、皆さん、だいぶ体温まってきたね。今負けたけど、正直1点差だったもんね。なんで、こっから全然ある、全然ある。はい、私もめちゃめちゃ得意なやつで、ピコハントファイト来ました。これ初めてやるの。対戦相手の頭にある風船をハンマーで割りましょう。最後まで風船が残っていたプレイヤーの勝ちです。風船割られたプレイヤーもリタイアせずリングに残って邪魔ができる。うわ、マジか。ウィルモコンを横に持ちます。オッケー、ナイス。これあれであるよね。叩いてかむってジャンポン保険棒だっけ?あれであるよ。待って!これ逃げてよ、逃げれば勝ちだ、逃げる、最後まで逃げって、あのラスト一人になったら美味しいとこもらうわ、美味しいとこもらう、美味しいとこもらう、この作戦でいく。よしよし、みんな見た、今ダブルじゃない、ダブル。しゃ逃げ、よし来て、あったまってきて、おい、はいはいはい、重り弾ました。王者の席まで残り4段。いや、今まで正直ぶっちゃけつまり言わしてもらうと、苦手なやつしか来てなかったんだよね。なんで、こっから私はもう逆に言うと、あれに同じの出ないと思うんだ。なんで、得意なのしか来ないと思う。マフラー編み競争か。これも私勝ったことない気がするな。これも若干連打ゲーなんだよな。ウィーリムコンを横に持ちます。プラスと2を押したまま、ウィーリムコンを左右に交互に傾けると、え、これ振動させればいいってことかな?え、ちょ、ASMR 行く?音聞こえるかな?聞こえたかな、こんな感じかな、こんな感じでやればいけんじゃないかな。私マフラー編んだことないんだよね。マフラー昔なんかナルトの映画でね、ひなたがナルトに編んでたわ。はい、行きます。ちょ、本気でやるわ。いったんじゃないでしょうか。結構手応えありです。
女子力差出ちゃったね。これはちょっと女子力差出ちゃったね。やべえ、フォースティングがマジでやばい。さあ、第7ラウンドまで来た。うわ、あれだね。これ一発逆転システムないのかな？なんでもいいよ。うわ、これ運か。ラッキーミーヒーローです。私、朝のね、占い、割と信じるよね。まあ、正直ね、口頭ではあんま信じてね、みたいなこと言うんだよね。いや、別に占いなんてみたいな。ただ、1位になった時のこの気分の良さね、わかるかな？別に信じないんだけど、1位になった時やっぱいいよね。お前らとは違う方向行くからな、私。いや、色超綺麗じゃん。上で行くわ、上で。常に高みを目指すっていう意味で上ね。はい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 。さあ、ヒーローは1回ダメージ受けるからね。ワンピースも1回やられてから、ギアセカンドになるからね。どうしようかな。真ん中に行って、運に任せよう。真ん中に行って、あい、右来たね、右、右。さあ、極限状態でこそヒーロー来るからね。絶対当てろ、絶対当てろ。上来た。で、もう一回上に来ることはない。これマジ、鉄則の法則。右でしょ。右セーフ、右セーフ。はい、こいつらバカ、はい、バカ、こいつら。あ、これは左アウトだわ。これ分かる。今、溶岩の、これは分かりやすかったね。今、なってた、ちゃんと。あ、今、唯一ちゃんと分かったね。本当に、今分かったかな。あの、太陽のこれ、なんていうの、コロナっていうんだっけ。これが、本当に左の方がちゃんと出てて、これは本当に目に見えて、うわ、終わりかいー。あ、私、じゃあ私、なんでやられたわけじゃなかったんだね。あ、よかった。お、なんかよーく見ると、この人たち顔似てるね。こいつら名前なんていうんだっけ、赤と緑。なんか全然名前見なかった。ナレさんとアラセリさん。うわ、なんか双子感すごいね。さあ、1,2,3、まだ4に行ってる人いないもんね。最低でもあと2回勝てないと優勝じゃないんだもんね。なんで全然私にチャンスある。さあ、今私も嫌いな種目ほぼ全部消えてるからね。もう得意なのしかない。もうポジティブ思考決まりました。どこでも。よし、こういうサッカー系割と好きよ。これ自分の色とか関係あるのかな。読みます。誰よりも早く自分の色のゴールを全部に、ゴールに入れましょう。4つのゴールのどこに入れても OK です。対戦相手のボールはゴールに入れないようにしましょう。私多分、青だよね。イメージカラーの青だよね。青だね。青。わー、サムライブルー来ました、サムライブルー。よし。いやー、私こういうの超好き、マジ好き。超好き。今年で一番楽しい、このゲーム。マジ楽しい。あれ？さあ、フォースティンさん。今、リーチで今図に乗ってるんで、今、有頂天フォースティンだと思うんだよね。なんで、ここで巻き返しのシーンでいきます。いや、いけるいけるいける。いや、私もう嫌いな種目ほとんどなくなったから、頼む。初めてやるな。ここに来て初めてやるな、これ。これ、過去にもやったことない気がするんだ。タイミングよくボタンを押し、水面を走り、チャイゴールしましょう。ボタンを押すタイミングが遅れると走りも遅くなるので気をつけましょう。ウィリモコンを立てます。A で走り出します。着地する瞬間に A よく押すタイミングで水面をジャンプします。水中に入ってしまったらビームコンを振ってジャンプしましょう。はい、青ね、青。私、ネジ役ね、ネジ役。はい。はい、お前、ネジなんてな、超強いんだぞ、お前ら。ほんと、知ってるか、ネジの強さ。イェイウ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 ェイ来た。私超得意なやつ来た。シューティング。いや、私これ超得意だからね。これはね、なんて言うんだろう、積まれた積み木を、おすげえ、ロックマンみたい。おお、本当に青でロックマンみたいじゃん。落としたら勝ちなの。これ確か順番とかあったやつ、早い者勝ちじゃないんだよね。確か順番決まると思う、これで。いや、これどれがいいんだろうね、あんま分かんない、正直。どれがいいとか、まあ悪くないんじゃない。3番目、この人名前なんだっけ、ナレさんだっけ。ああ、堅実にね、上から3つを。いや、堅実パターンだね。で、フォースティン、フォースティン、フォースティンは、いや、堅実フォースティンだね。いや、堅実シュースティンでいくわ。はい、堅実シュースティンで、これ、堅実力負けた人負けたからね。家庭を管理できる人ナンバーワン決定戦だから、ナレさん。うわ、ナレさんもやるね。堅実だね。あれ、なんだっけ、この人。あ、ナレさん、あれ、ナレさんって誰だっけ。やるね。これ、フォースティン多分堅実にサイン行くんだよね。さあ、ここ、シュースティンどういくかだな。
いや、ここシュースティン4つ狙いでいいんじゃない？いや、そう、これ変わるんだよね。いや、そこは無理でしょ。いや、今強欲だったね。今のは倹約か主婦失格。いや、ここフォースティンどうするかだね。うわマジかよ、マジかよフォースティン。いや、もうこれみんなが痛めたとこ私取るしかないよね。チョシューファイヤー。そこはさ、いや、そこは言ってよ。すいません、今日これで終わります。バイバイ。